よいしょ。わあ。よ、まやです。おはようございます。おはようございます。皆さん、今何時だと思いますか？まあさ、今ベッドやしさ、まあ、もはや寝転んでるしさ、朝とか夜とかやと思うやんか。今ですね、4時58分。うわ、眩しい。ライトついた。4時になります。マジか。一回さ、朝に起きたんですよ。10時とかに目が覚めて、で、もうちょっと寝ようと思って、寝て起きてを繰り返してたら、もうこんな時間になってしまいました。ちょっとなんかまだなんか寝転んでたいっていう気持ちもあるんですけど、さすがにね、もう今日が終わってしまうぞと。せっかくの連休やのに、もう昼夜逆転してしまうぞということになりますので、体をね、動かしていきたい。そう、気持ちだけはね、すごくあるんですよ。気持ちはもうすごく体を動かしたいっていう気持ちはあるんです。動かんなや。でもな、でもちょっとお腹が空いたので、そろそろ本気で動こうと思う。お腹が空いたから、今日何食べよう、何食べようかな。なんかせっかくやから、なんかちゃんと料理したいなって思うんですけれどもですね、まあスーパー行ってから決めたいと思います。そうや、スーパー行こう。今からちょっとスーパーに行ってくる。着替えました。うん、眠た。めちゃくちゃ眠たい。もう5時やのに。やばいよな。食いたい食いたい。吐くっこ。なんかさ、やっぱ顔洗うとさ、起きたって感じするよな。うわ、なんか洗濯も白いやつついてる。なんでコロコロすんの。タオルがあかんかったかな。うわ、めっちゃついてる。やだー。よし、おっしゃ。最近さ、このクマがさ、やばいよな。どうしよう、やばい。よし、今日スーパー行くだけやのにメイク化粧したって、もうそれだけで偉い私。まあ髪の毛はもうええかなって思っちゃってんねんけど、結べば。今日はもう結んでいきたいと思います。買ってきたでーす。よいしょー。今日はですね、こちら。今日はな、ちょっと餃子しようと思って餃子の用意を買ってきました。今日は手作りの餃子作ろうと思ってさ、さ、まあ、ちょっとさ、めんどくさい感は否めんねんけど、せっかくの休みやし、今日はもうゆっくりとご飯を作っていきたいと思います。よっしゃ。まずキャベツを切っていきます。おいしい。あー疲れた。よし、できた。もうなんか適当でいいよな。うん、あーあーいや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 。作りすぎたかもしれん。どうしようとか、一人暮らしってさ、量全然わからんくならへん。国産鶏ももひき肉を買ってきました。よし、種ができました。種ちょっとかー、走れよ、はみさんだー。クシクシクシ。じゃあ今からはこの餃子の皮が活躍するわけですな。私餃子手作りすんの初めてなんやけど、あ、なんか水つけてるイメージあるわ。え、これどうやってやんの。できたー。餃子ってこういう感じやんの。なんか雰囲気あってそうやけど、まあ、こんな感じで作っていきます。でもさ、1個につきそんな使わんねんな、餃子って。やばい、作りすぎた説。できましたー。こんな感じ、初めてにしてはいいんじゃないでしょうか。まあいいでしょう。じゃあ早速焼いてこうっと。よし、いざ出陣。せーの、おいしょ。あい、はぁ、できたー。すごーい。いい感じじゃないんでしょうか。食べようぜ。今日の晩ご飯はもずくときゅうり和えたやつと餃子、そしてビールでございます。今日お休みやからさ、もう飲んじゃおうと思って、ちょっとビールを飲みたいと思います。いただきます。うん、うますぎ。やばい。
幸せ、あ幸せドス。これはずっとつけてるんで間違いないですね。今日スーパー行った時さ、あ、待ってて、か私タレないやん餃子の。よいしょ、タレ作ってきました。うん、うん、そうそうそう、今日さスーパー行った時さ、食材買ってレジ行って、じゃあお会計払おうって思った時に財布の中見たら100円しかなくて、もうめちゃくちゃ焦ってん今日。まあカード使えたから結局は良かったんやけど、もうめっちゃ焦った。え、私財布の中100円しか入ってないねんけどと思って、まあ、正確に言うと123円入ってた。このビールしか買われへんわと思って、おろしに行かないとあかんねんけどさ、家の近くに銀行なくてさ、でもなんかコンビニやったらさ手数料かかるからさ、あんまりおろしたくないやんか。悩みどころ。映画見ようっと。あ、ゆきぷってみんか。今ね、食後のデザート食べてるんですよ。リンゴとヨーグルト。いつの間にって思うやんか。しっかりここに2本目も用意してるから。もう面白すぎて面白すぎてさ、もう止まらへん。もうずっと見てる。うん。おいしい。よっしゃ、これ畳んだら、はい、終わり。よいしょ、筋トレが終わりました。終わりました、筋トレ。今は11時47分でございます。めちゃめちゃ早いねんけど、時間経つのが。今日はマジで買い物に行って餃子食べて韓国ドラマを見ただけ。やばすぎ、よだれ出たわ。もういいよ、今日は。こんな日もあるよね。連休だもん、明日も休みだもん。嬉しい。こういうさ、日休みの日を過ごしてたら会社始まった日はしんどいんやろうけど、まあそういうの時はその時考えればいいんですよ。今からお風呂に入ってもう早いうちに寝たいと思います。今日起きてる時間の方が短いかもしれん。そうだから明日は早く起きて部屋の片付けとか撮影とかね、編集とかしていきたいなと思います。まあこういう日があってもいいよね。ということで今日の動画はここまで。みんなおやすみなさい、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。まあね、こういう日もありですよねって思ってくださった方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ってことで今日の動画はここまで。みんな明日も頑張っていきましょう。バイバーイ。